ハイサイ大輔さんです。本日は散財沼のコーナー行きたいと思います。イエイ。はい、この番組ね、基本的に写真のこととかアウトドアとか旅のこととかいろいろやってるんですけれども、今日はですね、ちょっと僕が最近買った中でどうしても紹介したいスピーカーがありまして、こちらを紹介したいと思います。じゃーん、こちらです。いけてますね。 JBL のチャージ3という Bluetooth スピーカーでございます。このスピーカーとの出会いが、先日 Amazon であったプライム会員限定セールの日に安くなっててですね、購入したわけなんですけれども、まあこれが良くてですね、今こういうタイプの Bluetooth スピーカーってすごい流行っていて、スマホからこう直接 Bluetooth でプッとつなぐだけで音楽流せるので、かなり重宝する場面って多いんですよ。例えば僕なんかだと撮影中とか、こうモデルさん撮ってる時にね、これで音楽をかけてちょっと気分を上げながら撮るっていうのに使ったりですとか、あとはですね、僕家から海が近いので夕日を見ながらね、こう海辺で音楽をかけたりするとね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。本当はね、これで流す音も聞いてほしいんですけど、カメラの音で収録して YouTube に流しても本当の音って聞けなくて意味がないので、音質に関しては、僕のレビューという形でやらせてもらいます。音はですね、どっちかというとベース音強めで、中高域が強いっていう感じですかね。あまり高音域がね、すごく抜けがよく聞こえるっていうタイプのスピーカーではないんですけれども、クラブミュージック系とか聞くのにはものすごくいいんじゃないかなと思っております。カラーバリエーションもね、なんと7色あってですね、自分の好きな色を選びやすいですね。で、それからですね、これ防水にも対応していて、水の中に30分沈めてもね、全然機能的には問題ないということで、雨の日なんかもね、使えたりして、かなりアウトドアにもマッチすると思うんですよね。その他ですね、このチャージ3からついた機能として、2台連結して使うとステレオサウンドにも対応しているということで、かなり使い方の幅広いんじゃないかなと思います。で、これね、裏こういう感じになっていて、よいしょ、はい、中こんな感じになってますね。充電はマイクロ USB で行いますね。で、その他にもイヤホンジャックついてたりとか、あとはですね、スマホを充電することもできるんですよ。モバイルバッテリーとしての、用途もあるっていう感じですね。ボタンの操作系も簡単で、こういう風にすごく簡素にできてます。で、またね、サイズ感がなかなか良くてですね、こうやってベルトポーチなんかにもスポッと入りますので、これを背負ってですね、ちっちゃいバッグに財布なんかも一緒に入れて外に出ることができます。僕はね、よくレジャーなんかでこういう風に持ち出して、まあ例えばスケボーをやってね、スケボーの休憩の合間にこちらで音楽を聴いたりですとか、あとはね、車の中でも使うことができます。車にこれをポンと置いて、で iPhone、Bluetooth つないでですね、車でドライブ、音楽楽しむことができるということで、車についてるオーディオが携帯から音流せないっていう人にはすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。その他にもですね、僕結構お風呂にも持ち込んで聴いたりとかしてますね、音楽を。重さ的にもね、800g ということで、1キロ全然ないので、結構持ち運びも便利にできます。で、バッテリーどのぐらい持つのかっていうところなんですけれども、バッテリーはね、なんと驚異の20時間連続再生可能ということになっておりまして、結構ね、使っても使ってもバッテリー切れないんですよ。出先でバッテリー切れたことまだ一度もないですね。こちらにね、このちっちゃい LED がついてて、これがバッテリー表示なんですけれども、メモリ1個ぐらいしか減ったこと今のところないです。で、音量はどのぐらい大きいのかというと、学校の体育館、端から端まで全然音が聞こえるっていう、そのぐらいの音量が出ます。びっくりですよね、このサイズ感で。で、こちらなんで今のタイミングで紹介したかというと、 Amazon でね、結構安くなってるんですよ。参考価格、もともと1万9000円台なんですけれども、今価格が1万247円ということで、まあかなり手に入れやすい値段になってますよね。で、さらにですね、そこからプライム会員限定セールで、レジにてさらに 5% オフが適用されるということで、まあ実質1万円を切る価格で、この Bluetooth スピーカーが買えるということになるんですよね。写真なんか撮る人もさ、ポートレート撮るときに、こうモデルさんと雰囲気を高めるためにね、これで音楽をかけたりとか、Apple Music とかに入ってたらね、月額980円でもう曲聴き放題なんで、もうそれなんかに入っておけば、こういう曲かけてほしいって言った時にもうすぐにポッとかけれますので、かなり重宝するんじゃないかと思います。もちろんそれ以外にもレジャーシーンなんかでもね、すごく使うことできますので、ぜひ皆さんも購入してみてはいかがかなと思います。リンクに関しては概要欄に貼り付けておりますので、ぜひ概要欄からね、こちらの商品チェックしてみてください。それでは次回もお楽しみに。 See you!